こんばんは。ニュース&情報ごちゃんどぅ、月曜日、那須慎吾です。いやー、もう一気にですね、11月に入って衣替えが進んだという方はもう今日は特に多かったんじゃないかなと思うんですね。で、僕も感じたんですけども、多くの方が朝の気温が低かったんじゃないかなと、ね、朝寒かったねなんて今日そういう話をしてたんじゃないかなと思うんですけど、実はですね、1日通して見ますと朝の気温っていうのはそんなに低くなかったんですよ。むしろお昼の気温が和歌山市では 15.6 度、これは11月下旬並みだったんですけれども、本当は20度ぐらいあるんですよね、平年並みだったら。なので朝の気温が下がったんではなくて、お昼の気温が上がらなかったっていうのが正解のようです。さて、今日のライブドゥ中継なんですけれども、こちらです。はい、ここにあります。イタリアンアイルさんというところなんですよね。こちら和歌山市内のお店なんですけれども、引きで見ていただけますとですね、ちょっとこう和歌山っぽくないというか、非常にこうなんかこうリゾート感が、ね、あって、沖縄っぽいなっていう、石垣島っぽいかなっていう、南国っぽさが、ね、出てるんですけれども、まあ、そうなんですよね。こちらは特徴としては、まあ、イタリアンではあるんですけども、沖縄琉球料理のイタリアンというちょっと複雑な感じになっております。これは後ほどリポーターの三浦千秋さんにいろいろとお話を伺いますので、今日はちょっとパーティー中らしいですけどもね、その辺も伺っていきたいと思います。今日はですね、佐藤さん、オープニングの私お話ししたように、琉球、本場琉球の沖縄の、ね、味のイタリアンなんですよ。あのね、お店の様子は外から見たことあるんですけど、うん、まだ中に入ったことがなくて、はい、ちょっと今日楽しみなんですけど、どういう融合をするのかも楽しみなんですよね。はいはい、今日はね、パーティーもやってるみたいなんでね、その辺を詳しく伺っていきたいと思います。それでは呼んでみましょう。三浦さん、今日のライブドゥ中継は和歌山市にあります和琉総イタリアンアイルからお届けしていきます。こんばんは、三浦千秋です。こちらのお店なんですけども、今年の3月にオープンしまして、石垣島と和歌山の素材をふんだんに使っているというお店なんですね。そして石垣島が本店、和歌山が2号店ということになります。ご覧ください、ライトアップされてましてね、とってもね、綺麗ですよね。では早速お店に入ってみたいと思います。失礼します。あ、南の島を、ね、感じさせるような店内、そして天井も高いですからね、これは広々とした空間になっていますよね。今日はですね、結婚式の二次会、そして誕生パーティーが開かれているということで、店内とってもにぎわっています。ではここからは料理長の杉森さんにお話伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、こちらのお店なんですけども、はい、本店が石垣島にありまして、はい、2号店が和歌山ということですけども、はい、どういったきっかけがあるんですか？そうですね、石垣島の、珍しい食材と和歌山のフレッシュな食材、そのコラボをイタリアンという形にしてご提供したくて、このようなお店を実現しました。そうですか。あの、店内の雰囲気も抜群なんですけども、はい、ライトアップされてまして、外はこちらの方もいいですよね。そうですね、天候にもよるんですが、まあ、晴れの日はすごくいい雰囲気でお食事していただけると思います。あの、椅子と机なんかもご用意してありますし、はい、ランチを外で食べていただくこともできるんですよね。もちろんです、もちろんです。はい、あの、晴れている時にランチを外で食べますとね、はい、さらに美味しいんでしょうね。そうですね、美味しく思いますね。そうですよね。はい、で、あの、気になるのが、はい、使っている食材なんですけども、はい、こだわりを持っていろいろと選ばれているそうですね。そうですね、まあ、石垣島の方からは、珍しいこちらではないような食材を直送で、和歌山の方の食材に関しては、農家の方が、一緒に働いていただいてますので、朝積み立てを、持ってきていただいております。そして作られた料理が今私たちの目の前にあります、はい、こちらの料理ということになりますよね。はい、ではここからは椅子に座ってゆっくりとお話を伺っていきたいなというふうに思います。はい、いや、椅子や机なんかもね、すごくこだわりの、ね、ものを使ってらっしゃるということでいいですよね。はい、いや、本当に美味しそうなものばかり並んでいるんですけども、はい、今日は特別にディナーでご用意されているものをですね、こちらに並べていただきました。はい、さあ、どれをご紹介していただけますか？はい、まずは、こちらの、島野菜のトマトソースピザ、
石垣島 の、 あの食材と和歌山の先ほどのフレッシュな食材をコラボした、トマトソースのピザでございます。そうですか。あのこれオレンジ色のものが見えるんですけど、これはこれももちろんあの朝摘みたての人参です、うん、そうなんですか。さあそしてそして、はい、それで、次はこちらですね、はい、こちらは何でしょうか。はい、石垣産牛を 100% 使いました、うん、ハンバーグでございます。はい、美味しそうですね。ソースの方もですね、石垣牛の、牛すじを使いまして、作らせていただいておりますので。そうですか。では私ちょっとマイクを置きましてですね、早速ちょっと食べてみたいなと思います。まずはこちらのピザからいただきます。わあ、美味しそうですね。ほら見てください。ではいただきます。これね、お野菜の味を感じることもできるんですけども、生地もふわふわで、しかもパリパリしてて美味しいですね。うん。さあ、そしてもう一ついきましょうかね。こちらの方もいきますよ。よいしょ。さあ、ご覧くださいよ。とっても美味しそうですよね。いただきます。うん。もうね、ジューシーです、これは。美味しい。ぜひ本当に、もう他にもね、美味しそうな料理たくさんありますので、ぜひたくさんの方に味わっていただきたいなと思いますね。そしてディナーはもちろんなんですけども、はい、ランチの方も大人気だそうですね。はい、そうですね。もう好評、大好評いただいておりまして、たくさんの方にお越しいただいております。うん、そしてこれからは、はい、ね、年末に向けてパーティーのシーズンということもありますし、うん、たくさんの方たちに、ね、はい、利用していただきたいですよね。そうですね。ぜひあのご予約いただきまして、うん、あのご利用いただけたらと思います。そうですね。もちろんお一人という方も大歓迎ですよね。大歓迎です。大歓迎です、ね、そうですよね、はい、そして来月12月には JR 和歌山駅の方でもお店の方がオープンされるんですよね、はいはい、そうですね。12月中旬頃ご予定でして、はい、次 の、 あの同じような業態ではございませんが、うん、新しいお店をオープンさせる予定でいております。ね、できたたくさんの方にまたね足を運んでいただきたいなと思いますね、はい、さあそしてですね、先ほど私言いましたように、今日こちらの方で結婚式の二次会をされているということですので、ちょっと新郎新婦のお二人にお話を聞いてみようかなと思います。皆さんお取り込み中のところ失礼します。いや本当に幸せなお二人にお話が聞けるということで、私もね本当にテンションが上がっております。まずはご結婚おめでとうございます。さあでは新郎さんにお話を伺います、はいはい、結婚おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ち聞かせてください。いや、すごく幸せです。いや、羨ましいですね。では新婦さんにもお話を伺いましょう、はい、あの数あるお店の中でこちらを選ばれたきっかけって何かあったんですか。一度ランチで来させていただいて、ええ、店の雰囲気と食事がとても美味しかったので、うん、こちらでディナーさせていただこうと思いました。そうですか。目の前にもとても美味しそうなお料理並んでますけども、はい、お食事どうですか。とても美味しいです。とても美味しいですよね、はい、そうですよね。ではお二人これからも末永くお幸せにお暮らしください、はい、ありがとうございました。さあ料理長の杉森さん、はい、ね、幸せそうなお二人の、ね、顔を見ていましたら、はい、私たちもなんか幸せそうな気分になってきましたよね。さあではですね、はい、テレビをご覧になっている皆さんにどうぞメッセージをお願いします。はい、このような宴会とか、これからのシーズン防震年会とかも貸し切りとかも承っておりますので、まずはお気軽にね、お電話の方をお願いいたします。杉森、はい、さん今日はありがとうございました。 ありがとうございました。今日は和歌山市のアイルからお届けしました。ぜひね和歌山にいながらもここね南国の雰囲気をぜひ皆さんで味わっていただければと思います。ライブドゥ中継でした。石垣島と地元和歌山の食材を使用した和牛ソーイタリアンアイルは和歌山市クルスの和歌山インター南口から500メートルの場所にあります。定休日が水曜日のディナーと第3水曜日です。ランチは11時から午後2時まで、ディナーは午後5時半から10時まで営業していますが、ご利用の際は予約をお願いいたしますということです。はい、ということで岡本先生伺いました、はい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 、沖縄行ってかれたことあるとい、沖縄一度行ったことあります、はい、石垣島はどうですか。石垣島行ったことないですね。ねえ、はい、あんな雰囲気なんだろうなって僕も行ったことないんですけど、ね、勝手にこう想像しちゃいました。美味しそうでしたね。でもね、うまそうでしたね。ハンバーグすごいですね。ハンバーグやっぱりね、まだまだ肉行きたい感じですよね。これね、でもなんか謎がちょっと解けたような気がしましたね。
だからその 謎だって琉球料理のイタリアンですよ。そう、その辺の謎がだから地元 その石垣の素材を、まあ、1号店ね、はい、本店があるということなんで、やっぱりこちらの方で和歌山でそういう風なアレンジをしてイタリアンに仕上げてっていうところがね、うまそうでした ね、 本当ね食欲の秋ですよね、はい、ぜひともね行っていただきたいと思いますし、はい、今日はあの結婚式の二次会をねちょうどしてたということですね、はい、幸せなカップルの姿も見れましたし、まあ、そういう使い方もできるんだなということでね、ぜひ皆さん一度行かれてみてはいかがでしょうか。以上ライブで中継のコーナーでした。コマーシャルの後は暮らしの法律相談室です。